ビオです。マルサマルです。カリアでーす。よろしくお願いします。お願いします。これをちょっと流行らせていこう。お、この刺す動きを。なるほど。しかもここがしましまだからすごく刺してるように見える。ねえ、最高だ。はいはい、これだよ、見つけたよ。ちょっと忘れずにやってもらえれば。ね、でも人に指さすって失礼かな、はい、違うか、人に指してるわけじゃないからね。そうだよね。じゃあゲッツもダメだし。ああ本当だ。あ、じゃあ大丈夫だ、はい、ああよかった。今すべてが解放されました。よかった、はいはい、ビンオ君に相談して本当に、はい、うん、ここ最近ですね、はい、マスクがねようやくなんか個人判断で外していいですよってなって、で、そうですね。まあそのね、卒業式とかもね、そうそうしてるところだからね、うん。どうした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 。なんかマスクか。コリ法が待ってたの。ああ、はい、ホコリかな。はい、うん、でなんかね、学校でももう基本不要みたいなニュースも、本当これ通るつい前に見ましたけど、はい、つい前に見ましたけどね。ね、外せるなーっていう。ね、まあね、うん、その親戚のおじちゃんなんかはもう早く外したりしてたよ、うん、もうあの苦しいから。いやでもやっぱ息苦しいよね。まあね、うん、なんかまあ普通のなんでしょうね、日常生活の中で、うん、まあでもちょっとあるか、階段の上り下りが、はい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 、まあ上りか、特に上りがずっとなんかその地下鉄からなんか、ちょっと高架を走ってる電車の違う別の線に乗り換えるよみたいな時に、なんか建物4階分ぐらい乗らないといけないみたいなと、渋谷だ、渋谷のことだ、渋谷じゃないし別にどこの駅でもいいんですけど、大江戸線どこの駅でもいいんですけど、そのちょっとやっぱマスクしてとなんかすげえ呼吸、ちょっと呼吸困難ぐらいの感じになるから、それも外したいし、蒸れるし、はいはい、っていうかなんかもうなんか気になるし、やっぱしてるのが、要はなんか不自然なわけじゃん。まあ、これは自然、何もしてない。うん、はい、これは不自然、うんうんうん。やっぱ自然がいいですよね。まあ、それは自然派芸人です。自然派の意味が多分違うと思いますけど、はい。うん、じゃあビンオさんはやっぱもういやできることなら外したい、外したい、ね、うん、まあね、人によって、僕はそっち派です、はいはい、まあ、ただ人によってそのあれだよね、花粉症対策にもなるから。まあね、そうなんですよ、うん、マルサはどっちかっていうとずっとつけてても大丈夫派なんですよね。あ、まあ、あの農作業してる時とか、うんうん、虫取り行ってる時とか、まあ、周りに人いない時は、うん、あの外してますけど、うんうんうん、そうっすね、ちょっとまだ電車が怖いかなと思います、ね、まあ僕も電車は別にしてますね、基本的に、うん、うん、っていう感じですけど、だし、ね、もし自分がなっちゃってたとしてね、うんうん、あの人にうつしちゃう可能性もあるのを、うんうん、こう、まあ、防ぐためにも、うんうん、ね、っていう話でもあるじゃないですか、うんうん、まあ、実際そうだと思うし、うん、だからその個人判断がどこまでなのかなっていうのもありますよね。その、はいはいはい、要はなんだ、自分があのただつけたくないでやるのか、うんうん、なんかこういろいろ自分の体調のこととか、うん、周りの人のこととか考えて、うん、あの判断するなのか、うん、このなんか二極化しそうな気がするんですよね。そうだね。それも含めての個人判断ということで、はい、いや身が重いよ多分で、また俺増えると思うんだけどね。ああなるほどね。だって今さ、そのニュースとかでさ、うん、あのコロナの人数どれくらいですよみたいな、どんどん下がってるみたいな、うん、見えてるけどさ、要はあのちゃんと人数カウントしてないからっていうのもあるわけでしょ。うん、うん、もうなんかお知らせしませんよみたいな、のもあるからそうなってるわけじゃないですか、うんうん、となるともう未知数だから分かんなくない？なるほど、はい、ただね、うんうん、これその今の状況って、はい、芸人とかからしてみると、うん、結構いいんですよね、はい、まあ要は
イベントをやりやすくなったりとか、いろんな意味でやっぱりその生でお客様に何か見てもらうタイプの生き物としてはですね、まあ、すごく今いい状況ではあるんですよ、ようやく元のように活動ができるんじゃないかみたいな、っていうのもあるから、ちょっとなんとも声を大にしてああだこうだっていうのは言えないですね。あら、コメンテーター出ない？はい、今日は出ないですよ。ただね、いや電車ではしようぜって思っちゃいますけどね。まあ、そのありますよ。なんかそのマスクしてて、まあ、ちょっと例えば肌荒れがひどくなっちゃうとかさ、とかもう苦しくて本当どうしようもないみたいな。でさ、その、まあ、奥さんともそういう話をするわけよ。あ、はい、奥さんともね、そういう話をするんですけど、もう今更感が半端ない。あの、女性専用車両ってあるじゃない。あれ俺はすごくいいと思っていて、だってお互いにいいじゃない。その男性もさ、なんか、あ、なんかこう痴漢に間違われるんじゃないかとか、わざわざこう両手で持たなくて、もういいかもしれないし、女性の方もさ、被害に遭うのが、ね、なくなるわけだから、そうそう、はい、だからマスクも、そのマスクしない、どっちかわかんないけどね、マスク専用なのか、それともマスクしない専用なのか、いや、する専用があった方がいいんじゃないですか。する専用があった方がいいのか、マスクしたい人はどうぞこっちに。まあ、どうしても絶対みんなマスクしてないと怖いなっていう不安な人はそこに乗る。はい。そっちの方がいいか。と思います。そう、なんか どっちかね、あれば、すごくいいと思うんだけど。まあ、やらないかな。やんないか。いずれなくなることだからな。どっちにしてもな。まあね、長い目で見れば。でも今この瞬間が一番やった方がいいんじゃないかなと思うよ。まあ、でそしたら争い事が減るじゃない。争い事が減るでしょ。だってその外国、いや外国でもさ、なんかなんでマスクするんだみたいな、こっちが不安になるじゃないか、マスク外せみたいな。あ、そうなんだ。あるのよ、本当にニュースでそういうのを見たり、だから逆にその日本人はなんでそんなマスクずっとしてるんだみたいな。あ、何、不安になるって何。まだコロナがいっぱい、多分だけど、まだコロナが充満してるからこっちはマスクをしてるんですよっていう、なんかこのなんで嫌味みたいに捉えられるのかな。分からん。どこの国の人か知らないけど、なんか被害妄想甚だしいですけど ね、でもそれも含めてさ、自由でしょっていう。そのマスクつけないのも自由だし、こっちがつけるのも自由なんだから、だからお互いに干渉しないが正解ってことだよね。それに対してマスクつけるもだし、マスクつけるなもどっちも言っちゃいけないってことだよね。そう、っていう意味の自由でしょ、はい、なのに文句言うやつが何なんていう、のはすごいありますね。自由の国じゃねえのかよっていうのもあるし、いや日本じゃないですよ、外国のね、さっき言ってたら あれの話ですけど、国が特定されました、まあ、ちょっとどこかは言わないですけど、でなんですか。いや、まあ大丈夫です、でもそういうのあるから、なんで人をどうこうがさ、そんなみんな言うんだろうなっていう、いいじゃん、じゃあ自由でっていう、だし、まあね、マルサーみたいに、その電車乗ると、ね、なんかちょっと怖いなって、ね、マスクしてない人いるし怖いなと思うんだったら、まあ、ちょっとあの言い方すごい雑な言い方するけど、もう乗らなきゃいいんじゃないかとも思うしね。すごい気にして、まあね、自分で何もかも選択してるわけだから、自分で考えて答えを出せばいいだけの話ですもんね。怖いけど、まあ、電車には乗らないといけないから乗ろう。じゃあもうその覚悟でいく。そう、そう自分が決めたんだから。そう、だから人に何か強要するのはやっぱ違うなと思うんで、強要するなよ、全国制覇なんてって言ってますからね。これが俺の原点なのだ。投げちゃうわけだから。そうだよ、ゴリだったらね、スラムダンクの話をしてますね。はい、ゴリの過去の話をしてますよ。一人だけなんか意識違うなみたいなね。いいの、部活サボってってね、くっちゃべっててね。そうですよ、いいんだよあいつは。
っていうところですね。あ、すごいいいですよね。あ、ちなみにさ、ファーストスラムダンクのさ、りょうちんのさ、お兄ちゃんが読んでたさ、はい、雑誌がさ、その雑誌なんだよね。あ、同じ号なんだ。同じやつなんだよ。同じ絵でさ、その王者三王って書かれてる。うわーと思って、ゴリの、はいはい、あーと思って、ゴリがこれが原点なのかって言ってた、はいはいはい、あの雑誌だーと思って、そこもちょっと興奮ポイントだっていうのを思い出しました。今、フラッシュバック。いいですよ。ここ何でも話していい、ね、コーナーなんで。あと、それを言うと、りょうちんがさ、なんか流れは、なんかみんな、自分たち、みんなのね、常に使うもんだろうが。そうそうそう、あの辺の、ああいう流れの時、なんかこう、みんなでこう、ちょっと、じゃあエンジン組もうぜ、みたいになってさ、ゴリが、こう、掛け声かけんのかなと思ったら、なんか、お前がやれよ、みたいな感じになってさ。で、りょうちんが、え、俺みたいな。で、1、2、3ってなるじゃないですか。次期キャプテンじゃん、りょうちんって。なんかそれも含めて俺すごい良かった。あのメンバーの中では2年ですからね。そうですよ。で、まあこれからはお前が仕切るんだぞっていう感じもなんかちょっと見えたというか。なんかそれも含めて良かったですよね。ルカワが俺もっすって言ってたしね。まあ、まだの方もね、もう見た方もぜひ映画館へ行って、本当にありがとうございました。結局スラムダンクだったー。ご視聴ありがとうございました。